どの人がお電話出てくれるかわからないので無視されちゃってんのかなとか孤独を感じました大学生あるあるなんですけれども、なんとかすかとか外すみたいな感じの気をつけてくださいよ。株式会社ワイズ人事部トミーこと富田です。おたきこと滝田です。よろしくお願いします。お願いします。今日は採用のホームページの方でも絶賛更新中の支部チャンネルの方では就活に役立つ情報を更新してますけれども、そちらの方とインスタの方で毎週木曜日私たちが放送している就活相談室の方で反響の大きかった電話対応について、こちらの方を YouTube でも上げてほしいっていうことでリクエストいただいてたので今日やっていきたいと思います。なかなか企業の人と話す機会ってないので、意外と見られてるんだけど対策できてない学生っていうのがすごく多かったので、コツとかをねお話できたらなと思っておりますので楽しみにしておいてください。じゃあ早速やっていきますか。はい、やっていきましょう。ここからはですね、人事担当と学生役という形で演劇風に皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、チェックしていってください。私たちの演技力にも注目ですよ。お電話ありがとうございます。株式会社ワイズ採用担当の滝田がお受けいたします。さっき電話あったんですけど、はい。はい。ここまで。はい。これは何が悪いのかっていうのをちょっと解説してもらえますかね。はい、ここではですね、お名前を名乗っていないというのがブブーなポイントでした。これ意外と多いんですよね。いきなり話し始めちゃう学生かなり多いですね。面接を担当する方っていうのは一人じゃない場合の方が多いので、電話をした人が次に自分がかけた時に出るとは限らないんですよね。そうですね、必ず名乗って要件を言うっていうのが大事ですよね。まず名乗るべし。お電話ありがとうございます。株式会社ワイズ採用担当の富田がお受けいたします。この前話した交通費の件なんですけれども、うちからワイズさんへの交通費の片道が300円で、それで、はい、はい、ここまでです。何がダメかわかりますか？1番目とちょっと似てるんですけども、いきなり要件を話してはいけないということですよね。どの人がお電話出てくれるかわからないので、必ず名前とまず要件から話し出していただければと思います。気をつけてくださいよ。毎回初回の電話だと思うべし。お電話ありがとうございます。株式会社ワイズ採用担当の滝田がお受けいたします。ワイズ大学ワイズ学部3年の富田なんですけど、先ほどお電話いただきましたので折り返しご連絡しました。今お時間大丈夫ですか？はい、少々お待ちください。はいこれは早口だったっていうところがあるのと、語尾を伸ばしていたっていうのと、あとは結構大学生あるあるなんですけれども、微妙敬語を使っていたっていうのが気になるポイントでした。なんとかすかとかあざすみたいな感じのバイトとかで使いそうな敬語みたいなのをそのまま企業の人に使っちゃう学生って意外と多いです。そうだね、バイトの先輩ぐらいのクラスの敬語って感じだよね。そうですね、これはちょっと企業向けになりますんで気をつけた方がいいと思います。はきはき丁寧に話すべし。プルルルルル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 。はい私セリフなかったんだけどこれ何かわかりますかね。今私学生役で出なかったんですけど、留守番電話になっていないパターンですね。孤独を感じましたすごく授業中だったりとか電車に乗ってたりとかするときに出られないときって絶対あると思うんですけど、はい、人事担当としてはちょっと無視されちゃってんのかなとか結構不安になるんですよ。確かに出られないときが多いのであれば留守番電話にしといて要件残しといてもらうっていうのが結構社会人としては重要かなと思いますよね。コール鳴るのをこう待ち続けるのも寂しかったりとか大変だったりするので、ぜひ留守番電話の設定をお願いします。エントリーの前に留守番電話設定すべし。これからも就職や転職に関する情報をお届けしていきたいと思います。この動画が面白いと思っていただけたら
グッドボタン、もしくはチャンネル登録よろしくお願いいたします。